本日はですね、小池都知事に犯罪が認められるのか、その可能性について検証したいと思います。知事選も立候補できなくなる事態に発展する可能性はないのか、これについても、検証していきたいと思います。今月ですね、9日発売の文藝春秋の記事がですね、小池知事のカイロ大学卒業に関する、疑惑に関する超爆弾級の内容の記事だったんですよね。で、それはですね、都民ファースト元事務総長で小池さんの側近と言われていた、小島敏郎さんが実名写真入りで、小池さんがカイロ大学を卒業していない可能性に言及していると。それだけにとどまらずですね、エジプトの日本大使館を巻き込んだ巧妙な偽装工作までしていたという旨の、告白が記事として載っているわけです。小島さんが言われていることが本当ならですね、小池知事をはじめとして関係者が私文書偽造罪等にも問われかねない内容となっているところであります。この小島さん、もともとはですね、環境庁ないし環境省のキャリア官僚で、退官後は青山学院大学の教授となっていて、弁護士資格もあります。で、小島さんはですね、環境省において、環境大臣として、着任された小池さんと知り合うわけです。で、都政に関わるようになったのは2016年、小池さんが最初に都知事になる頃に、小島さんが都政に関わるようになりました。その頃ですね、築地市場移転問題を中心に政策をですね、小池さんに提案していた。小池さんの、要するに側近ということで、その後都民ファーストの会の事務総長もしていました。ちなみにですね、私もですね、小島さんとは面識があります。小池さんの最初の都知事選挙の際に、私が小池さんを応援していた際に、私は小島さんと知り合いました。当時ですね、小島さんのことを私はですね、非常に誠実な方というふうに見ていました。ですから、その小島さんが今回の記事のような形で言うのであれば、かなりその記事、信用性が高いというふうに思っています。記事の内容等を踏まえてですね、流れを簡単に紹介したいと思います。私、小島ですけれど、小池さんから相談したいことがあると言われ、2020年6月6日、夕刻ですね、都民ファーストの会の事務所に、行きましたと。で、その時、困惑しながら小池さんが、カイロ大学の件で困っているんだけれど、と言ってきたと。というのはですね、ちょうどノンフィクション作家の石井妙子さんの著書、女帝小池百合子がですね、5月下旬頃から書店に並んで、瞬く間にベストセラーになっていったと。で、自民党はですね、それを見て、小池さんをかねてから恨みとして見ていたので、都議会最終日の6月10日にですね、小池都知事のカイロ大学卒業証書、卒業証明書の提出に関する決議を提出する予定の流れになっていました。学歴詐称の疑惑を払拭しなければ、小池さんは2期目の出馬宣言ができない状況になっていたので、いわば彼女にとっては政治生命の危機だったわけですよね。それで困り果て、6月6日に私を呼び出した。私というのは小島さんですが、で、都知事選は7月5日に迫っていました。で、小島さんが小池さんに卒業はしているんですよね？と聞いたら、彼女はしているわよ。と即答したと。そこで小島さんはカイロ大学から声明文を出してもらえばいいのでは？と提言したと。カイロ大学学長から卒業したことを明言する声明文のようなものを PDF などで送ってもらえばいいと考えて、そのように助言したと。
そして、その翌日、6月7日に小池さんから早速メールが来て、カイロ大学声明文の宛名は小池氏宛てでいいのか、内容はどのようなものがいいのか、などと小島さんに聞いてきた。小島さんはその問い合わせには答えなかったんですが、するとですね、2日後の6月9日、駐日エジプト大使館のフェイスブックに、カイロ大学の声明が出された。その声明っていうのはですね、声明、カイロ大学と題する文書で、その内容としてですね、1952年生まれの小池百合子氏が、1976年10月に、カイロ大学文学部社会学科を卒業したことを証明するということが記載されていたと。このような証明文書だけではなく、ここからは私がちょっと注釈を入れて付箋いたしますけれど、その声明文にはですね、このようなことも書いてありました。遺憾なことに日本のジャーナリストが幾度もカイロ大学の証書の信憑性に疑問を呈している。これはカイロ大学及びカイロ大学卒業生への名誉毀損であり、看過することはできない。本声明は一連の言動に対する警告であり、我々はかかる言動を精査し、エジプトの法令にのっとり、適切な対応策を講じることを検討していると。そのようなことが書かれているんですよね。そして、その声明文の最後にはですね、作成名義人として、モハメド・オスマン・エリコシト教授、カイロ大学学長という、作成者の名義も書かれていると。このですね、モハメド・オスマン・エリコシト教授、カイロ大学学長と記載されている。これはですね、後ほど述べますけれど、犯罪の是非、あるいはその内容を検討するに重要なポイントであります。これは後に改めて話します。で、記事の話に戻します。そして、その声明文が出たら、効果は絶大だったと。新聞、テレビはこの声明を一斉に報じて、学歴詐称疑惑を追及する声は一気に沈静化した。他方ですね、小島さん、隠蔽工作に手を貸してしまったのではないかと、その後思い悩む。で、小島さんの中で疑念が湧いてきたと。本当に卒業しているなら、なぜあんなに困惑していたのか。都議会の卒業証書、証明書の提出に関する決議案を、なぜあれだけ恐れたのか。これは、いい機会。それこそ証書を出せば、疑惑を晴らすいい機会だったにもかかわらず、そのようにしないということは、もしかしたら、本当は、小池さんは大学を卒業していないのではないか。だとしたら自分は疑惑の隠蔽工作に手を貸してしまったのではないか。小池さんにあんな提案をしなければ不安に苛まれるようになったという記事になっています。そして小島さん、ある日ですね、神宮外苑再開発について小池都知事のブレーンを務めていた元ジャーナリストの A 氏と情報交換をしている時のこと。小島さんが自分の苦悩を口にすると、その A 氏は、実は駐日エジプト大使館のフェイスブックに挙げられたカイロ大学の声明文、あるいは文案を小池さんに頼まれて、私が書いたんですと、その A 氏が言ってきたと。カイロ大学声明は、カイロ大学が作成したものではなく、小池さんが A 氏に依頼して作ったものだということになる、分かったと。で、A 氏によればですね、この声明文の言葉をどうするかにつき、A 氏の原案を小池さんが修正している証拠もあるということが記事に書かれています。そしてですね、その声明文をエジプト駐日大使館のサイトに、掲載するということも A 氏がアドバイスしたというふうに書かれています。そしてですね、その時の A 氏と小池さんのメールのやり取りが残っている。このようなことも記事に書かれています。そのやり取りの詳細、これはですね、文藝春秋の今回の記事に書かれているので、詳しくはその記事を読んでいただきたいと思います。さてですね、小池さんや A 氏に犯罪が認められるのかを検討してみます。まず、
今回の文藝春秋の記事では、小池さんがカイロ大学を実際に卒業しているか否かに関わらず、犯罪が認められる可能性があると思います。もとよりカイロ大学を卒業していないとすればですね、これまでの都知事選挙の際に、カイロ大学卒業と公にしているので、それは学歴経歴詐称として公職選挙法違反にはなるんですが、その罪はもうすでに、時効になっていると。ですから前回の都知事選挙の際に、卒業していないのに卒業したと、公にしていたとしても、すでに時効で刑事責任の追及はできない。しかしですね、今回の記事が真実だとすると、まず私文書偽造罪の成立が先ほど述べたように、考えられるんですよね。カイロ大学、国立なので、公文書偽造になるのかと言われる人もいるかもしれませんが、外国のそうした公文書の体を取っている場合は、日本の刑法ではあくまで私文書扱いということなので、私文書偽造罪が考えられると。そしてですね、先ほどの声明文、カイロ大学の学長の名前を使っているわけですよね。ですから、カイロ大学側の承諾もなく、勝手に作成したということになると、これは私文書偽造罪が成立することになるんです。ですから、この声明文を出すにあたって、カイロ大学側にきちんと承諾を得たのか、このような声明文を自分たちで作って掲載したいけれど、それでいいかというような承諾を得ていたのかどうかというのが大きな鍵になります。おそらくですね、2日間とか3日間でこの声明文を作成して、しかも駐日大使館のフェイスブックに載せている、その短さ、期間の短さからするとですね、通常、カイロ大学の内部手続きを、取ったりするとすれば、この2日間、3日間で、こうした声明文がカイロ大学側からきちんと発出されるということはあまり考えられない。しかもですね、先ほど述べました声明文の内容ですけれど、非常に日本のマスコミに対しての警告などに及んでいると。通常ですね、これはやはり、小池さん側がマスコミを沈静化させるために考えた文案というふうに思われるわけですから、カイロ大学側が、そこまで小池さんに思いを寄せて、マスコミ、日本の警告というような形になるとはちょっと思えない。に考えると、やはりこの文案は小池さん側が書いて、しかもカイロ大学側の承諾を得ていない可能性は少なからずあるのではないかと思います。そうしますと、私文書偽造罪、そしてこういう、公にしているということで、偽造、私文書の行使罪と、いう犯罪が成立することになります。これは3ヶ月以上5年以下の罪になるんですが、時効はまだまだ残っていて、2025年、来年の6月までは時効にかかりません。小池さんがカイロ大学の学長らに電話でですね、承諾を得ていたというような状況があれば、もちろん偽造罪は成立しないんですが、そうでないとすると、小池さんと A 氏らのメールのやり取りがもっと明らかになってくると、刑事責任の追及は可能になっていくと。その場合、小池さんだけじゃなく、A 氏も私文書偽造罪に問われる可能性があるとは思います。少なくとも今までとははるかに違う次元に、ステージになってきているのではないかと思うんですよね。ですから、小池さんが今回の記事の件で、何も説明しないまま、3期目を狙って都知事選挙に立候補するというのは困難な状況になっていくように私は思います。さて、小池知事、この文藝春秋の今回の記事に対してどのような対応をするのかというところが着目されるところだと思います。ちなみにですね、私は別に小池さん非常に応援していた身ですから、小池さんに対して反感を持つということはなく、むしろ私は自分が自民党議員として自民党の中でいろいろと
不祥事とか、何か不正をごまかそうとしている雰囲気に、辟易として自民党を離党しようと思って、その際に一つの理由として、小池さんを都知事に担いで、そして、自民党の公認候補者、松田元岩手県知事に反目したような形で、離党するというのが、いわば流れとしてできるというような思いで、私自身もそうした思いで、小池さんと一緒に都知事選挙を戦ったわけですから、小池さんに対して恨みつらみがあるわけではないので、あくまで今回、小池さんに犯罪の可能性があるというような思いというのは、ある意味法律家、あるいは元検事として純粋に法律を、そして事実を、検証するとこういうような可能性があるということを言っているということを最後に申し上げておきます。本日の動画、私の解説、良かったと思う人は、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、どうかよろしくお願いいたします。